これか、ワールドツアー。これちょっとやってみよう。対戦部分以外の遊んでみたいなっていう風に思いまして。やっぱ新基礎入るってなるとね、こういう一人用のね、機能が充実していると、やっぱ入りやすいかなっていう風に思うんで、ワールドツアーはかなり気になりますよね。あ、へぇー、キャラ同士での対戦、面白そう。強さとは何か、そんなことを考えていたら、あ、ルークやん。あ、作成したキャラクターは使えるんや、オンラインで。いいですね、そのモード。めっちゃサンドバッグ飛ばしてるやん。まだ悪すぎやろ。ちゃんと化け直すよ。まずは身体測定だ。これ、めっちゃ重要じゃない？あ、じゃあもう腕めっちゃ長くするわ、俺。手足の長さや体の大きさはバトルに影響するんやろ？強キャラ作るわ。お、これいいやん。いや、一番背高くいこうか。リーチ長い方がいいもんな。もしくは、これで腕伸ばすとは最高やねんけどな。自由にいじれる。かなりやりたい放題できる。あ、じゃあ俺強キャラマジ作ろう。あ、これ伸ばせんのや。雑魚？あ、足か。あ、それ足は長い方がいいやろ。なにこれ。顔の大きさ、それ小さい方がいいやろ。小さ。首の、それ細い方がいいやろ。肩幅。あ、いや、それ細い方がいいやろ。いや、それ細い方がいいやろ。いや、それ小さい方がいいやろ。当たり前やん。暗い範囲で小さくするよ、そんなん。暗い範囲、腕の長さ、来た。長さ来た。来た。腕の太さ、細い方がいいやろ、そんなん。手の大きさ、あ、手の大きさ、あ、これちょっとリーチ長なるんじゃん。これいいやん。いい感じちゃう？下半身、あ、いいよ。体毛、いや、それ体毛あった方がよくね。それは毛量あった方がいいよ。防御力を上げるっていうことな。うん、顔は小顔にします。もうできる限り暗い、あ、できる限り暗い判定を小さくするためにスキンヘッドでしょ。これで不思議食らわんかもしらんから。すげえ、まずなんかつけれる。バーコードつけとこう。やっぱ小さい方がいいよな。これにするわ。オッケー。すべて、勝つためにやってます。プレイヤーネーム。アンドロイド騎士団にしとくわ。うってなっか。顔に取れてるじゃないか。怖い。腕長い。ダルシムやん。腕長い。え、めっちゃ強そうじゃない？ほら、リッチ長いやん。ええー。あ、中足もっと長くなれよ。え、めっちゃ長いやん、ほら。見て。え、ちょっと待って。短け。長すぎて二段目当たれへん。え、弱いやけど、これ。リーチあるくせに弱いんやけど。終わってる。手だけは長いの。うわぁ、身長でかくしたらよかったなぁ。あ、中段長そう、見て。え、俺が考えた最強キャラを選ぼうと思ったら、あんま強くなさそうで今ちょっと俺、泣きそうになってる。はい、最強。コパン最強じゃねえ、これ。多分、ほら。コパン最強やろ、これ。ほら、リーチやばいやん。来た。もう俺のキャラもうこれしかやれへん。差し返しパンチ。最強やん。来た。これ、ハガーじゃねえ？メトロシティって確かハガーか。そっか。あれよね、アビゲイルとかおったところよね、ここね。ストリートで実戦、その辺の連中をぶっ飛ばせばいい。お前言ってることやばいぞ。嫌や、俺いきなり殴られたら。あ、冗談。あ、よかった。なんか MMORPG みたいな感じっすね。え、すごくない？アシストコンボを10回ヒットさせよう。 R2 を押しながら、ちょっと待って、やばい。あ、ちょっと待って、俺のキャラ弱っ。俺のキャラさ、手のリーチ長すぎてさ、勝利は当たらんねんけど。
弱い。あ、弱っ。え、ちょっと待って、弱っ。え、おい、文字やる気出せや。え、ジャンプ P 弱っ。これ見て、なにこれ。あ、K か。ちょっと待って、中足短すぎやろこれ。ほら、コパン超長いな。お、来た、車来た、車来た。ヘイ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 。え、怖い怖い怖い。これこんな街嫌やわ。相手が何人か、え、何人かいるの、何だこれ。何人いるのかは画面下で分かるっていう。え、こっちは2対2ってこと。あ、戦ってくれるやん。え、じゃあこんなんもうこれで終わりやん。えい、いいよ。はい、いいよ。いけいけいけ。いけ。後ろは任せろ。後ろは任せろ。はい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 。いけ。えい。はい。はいはいはい。攻撃当てたら俺が攻撃当てるから。これ面白そうね。なんか二人でやりたいね、こんな。ちょっと待って。一方通行じゃね？ルークのメッセージ。こっちから送ってないのに一生送ってくんねんけど。次行く場所も分かりやすいのいいね。おもろいな、これ。二人戦うの。うわ、この子パン。あ、やった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 。あ、ボコられた。今、教官の俺にビビらず立ち向かえたってのは、自分たちだけで町に出てきて歩き回って戦った、はい、そのことが自信になっているからだ。そうだろ。はい。強さを求めるってのは、そうやって歩き続ける旅だ。はい、わかりました。ありがとうございます。その一歩が踏み出せたってだけで。めっちゃ睨んでるやん、アンドロイド騎士だ。何言ってんねんこいつみたいな顔してんねんけど。あ、入門やって。あ、へー、あ、これで技とか覚えていくんか。へー、ルークスタイルとかあるんや。かっけー。いや、これマジ普通に面白そうでしたね。ストーリーも気になるし。